左、現代の寄付法における倍前音符中央。現代の一部の楽譜で使われる定量を寄付法における倍前音符右。左の倍前音符のあまり一般的ではない。形式倍前音符または二前音符は、全音符の二倍の長さの音符。現代の寄付法で使われている二番目に長い音歌である。中世の定量寄付法において、ブレビスは使われていた。 最も短い音符の一つであった。名前は、ブリーフのラテン語の語根に由来する。完全なリズムモードでは、ブレビスは、ロンガの3分の1。不完全なモードでは、ロンガの2分の1であった。現代的な寄付法では、倍善音符は、一般的に二つの方法で表される。一つは、図の左側のように、全音符のような中空の符頭に、左右一本か二本の縦線があるもの。 もう一つは、図の中央のように古い寄付法に見られる、長方形の形をしたものである。倍前音符は、現代一般的に使われている、表紙記号の一小節よりも長いため、イギリスの音楽を除いてほとんど見かけることがない。イギリスの音楽では二部音符が、表紙の単位としてよく使われる。倍前休符関連する記号として、倍前休符または二前休符があるが、 これは通常同じ時間の無音を意味する。五千譜の上から二番目の線と三番目の間の垂直方向の空間全体を占める長方形で表される。二小節の休止を示すために別々の小節に分割されていない長い無音の学説でよく使われる。この休符やこれより長い休符を総称して倍数休符と呼ぶ。表紙記号に、二のあらブレれベはその名前を バイゼン音符の音下から取っている。ルネザンスの定量寄付法では、これはプロポーションデュプラの代わりの用語であり、このことはブレービスが通常のセミブリビスではなく、時間の単位とみなされることを意味していた。古い記号は定量寄付法ではに、1という数字の比率の代わりに使われていたが、現代の寄付法では、音符の形ごとの相対的な値が小さいことを示すために使われている。 通常は比較的早いテンポの音楽に使われ、4つの4分音符の小説の中の2つの2分音符を示す。一方では4,4と10日であり、4つの4分音符の表紙である。ありがとうございます。